そのような本当の輪皆さんおはようございます、えー。時刻は9時半を回りました。そのような本当の輪の時間でございます、えー。本日も東京から北条さんがいらしてくれてます。それでは自己紹介お願いします。はい、おはようございます。WOO East の北条といいます。いつもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。い,ますいつも東京からいらしてくれてありがたいですね。 い,いえもう沖縄大好きなんでね <laughs> もう収録にかこつけてきてるんじゃないかって言われるぐらい <laughs> あの沖縄もだいぶ詳しくなってきましてね沖縄にいる間って、はい、どんな感じのこのスケジュールというかもうほとんど毎日なんかやってるんですけどだいたいスイスの説明会が2回か3回ぐらいやってますので、えー、のお問い合わせくださればね、はい、ここで、うん、みたいなことでご案内できますし大体こう うんと週末土曜日ですねなんかに説明会やったりもしてますがその説明会とあとはこのラジオの収録がやっぱ一番大事なんでラジオの収録とそれからあと個別にちょっと人と会ったりとかいろんな企業様に福利厚生の提案で水槽をお話ししたりとかまあそんなこと呼ばれるといろんなところに行ってお話ししてあとは 沖縄の美味しいものを食べられてます。<laughs> なんか噂によると、あの胃もたれしないっていう。あの、そうなんですよ。だから胸焼けって、今まで人生でほぼしたことないんですね。羨ましいですよね。<laughs> 本当に。ね、もう今年還暦なんですけどね。見えないですしねいや。もういくら食べ、もう水素のおかげだと思うんですけど。<laughs> いくら食べても、あの、おえってならないんですよ。よ、はい、もう <laughs> 本当、聞いてる皆さんもね、羨ましいなと思ってると思うんですけど。<laughs> はい、えー、これもねもしかしたら本当に北条さん言うように血流が良くなってそうですね食べ物もじゃんじゃん入る、はい、もう食べ物は好きが大好きなので <laughs> はい、はいえー、今日もですねこの北条さんと一緒にお送りしていきたいと思います、はい、僕はの山内です今回あの収録に関してですねちょっとダッテさんの帰りに急き入っておりますよろしくお願いします さあ、えー、この番組では皆様のメッセージもお待ちしておりますメールアドレスが 797-FMGNO1.com です 797-FMGNO1.com ですあのホームページでですね FMGNO1 と,、えー、と検索していただければそういった詳細書いてありますのであの質問とかですねあるいはご要望お問い合わせなどなどですね、えー、お気軽に電話メールにて やっていただければと思います。お電話番号が零九八九四三零零九四でございます。さあ、えー、北条さん、今日もですね、素敵なゲストさんいらしてくれてますね。本当にね、素敵なゲストなんですよ、宮里さん。はい、ありがとうございます。何回目でしたっけ？三回目？三回目。はい、宮里さんにはあの本当にね、はい、来ていただくたんびにあのいろんな話をしていただいて。じゃあ。 まままず自己紹介からいきますからきすすありがとうございます、えー、私株式会社後見、えー、宮里孝之と申します、えー。お仕事は障害者のグループホーム運営しております。よろしくお願いします。はい、よろししくお願いします、えー、前回でしたっけ、はい、開いたよっていう感じのことをこのグループホーム、はい、おっしゃっていたかと思うんですが、はい、間違いないですか間違いないです。はい、はいえー どんなそうですね一番最初に、えっと、出たのが去年ぐらいかなの時に出てその時は嘉手納町で、えっと、初めて嘉手納町で、はいえー、グループホーム、えーうん、開けたということで、えー、私たち今嘉手納町で1棟でその後に沖縄市の南東原で1棟 1>、うん、で、えー、今年の3月にうるま市。 点、えー、眼ってなるんですけどもま、はいえー、市役所が車で5分。うん の位置に、えっと三頭を借りて、十八名。いやはい、現在は三名が入居されてて。うん、で、えっと町が五名ぐらいいて。残り十名ですね。うん、今募集がありますので。えー、そこの宣伝もできたらなと思って、今日参りました。はい。<laughs> あの、はい、ど、どんな人が入れるんですか。そうですね。すかはい、えっと障害者の方で、まあ障害手帳持った方。うん、で、えっと私たちの授業としては、えー、日中。 B 型就労とか生活介護とか A 型 B 型よく聞かれると思うんですけど平日はそこ行かれて帰ってきた後私たちで生活するという形ですねじゃああの年取ったから入りたいよっていうんではないんですねそうですね年取ったから入りたいではなくてえっとですね今8050問題とかお父さんお母さんが80歳になってで、はい、障害を持たれた方が50歳はいはいはい なってで先にどうしても親御さんの方が先に立たれる方が多いんですけど、うん、その後居場所がないんですよね80歳まで頑張って子供を見てもその後お子さんが自分で生活できるかとか、うんうん、でそういう方とかも多いですね入られる方とか。うん、障,障害者手帳は、はい、えっとその ととかかかあありりまますすすよねで、はい、でも大丈夫なんですかそうですね、えっと、身体から精神まで、えー、扱う知的も、えーえー、いるんですが、はい、その中でまたいろいろ手続きはあるんですが、はい、基本、えー、障害者手帳を持たれた方がそこは役所でいろいろ申請してサービスをい、うんえー、受けることができる。あのなんだっけえー、っと心筋梗塞のバイパス手術とかやった時に。はいはい よく俺は身体障害者になっちゃったんだよ、はい、っていう人いますけどいますやっぱりそ,のそういった方も対象なんですかそうですねニーズがあれば手帳持たれてて、えっと、サービス受けたいという形受給者書っていうのを発行していただけたらサービスを受けられるような形になりますのでその期間の、えっとえー、障害者の相談員っていう形で、えっと、分かりやすく言ったらケアマネージャーさん みたいな方とつながるとスムーズにいったりするので個人でやるっていうのはなかなかちょっと難しいかなと思います。お家に住まわせてもらう,、はい、うこと ですかね、それとも何かプラスなんかがあったりするそうですね私たちのサービスとしては、えっと、朝ごはん夕ごはんで夜間えこの時間帯は常に世話人さんといって職員を配置してるんですよーであと、えー、夕方の3時からいますので3時から翌朝9時まではいるので、えっと、誰かが必ず見守りしてるという形です中には普通にコンビニ行って買い物してくるとか で8時までには戻ってきてよとかっていう形の生活ですね。じゃあ,ある程度自由に生き暮らしながら、はい、まあでも一応見てる方もちゃんといるっていうことですかそうですしっかり見てる方もいて、うん、本当に何ていうのかな、えっと普段の生活というか、まあ、一人一人よ一人一人よによってあの生活のスタイルは違うんですが、うん、で僕たちの、えっと、グループホームの目的としてえっと 今後、えー、一般で生活するで今後今私たちグループホームに関してはシェアハウスって形の呼び方してるんですけど、はい、そこから次アパートタイプのグループホームだったりとか、うん、あとその後に、えー、一般のアパートに住むその力をつけるための、えー、準備。 機関としてて行ってます、ねえー、シェアハウスということは例えばリビングは共有していて寝る時は個室に入るみたいな、はい、そんな感じそうですね一人一人お部屋があって今のところうるま市天眼だと6名、えー、住まれてて一人当たりの部屋の大きさが大体6畳から8畳ぐらいあ<ー>結構広いですね広いんですよそれが、えー、<laughs> はい築1年の建物でおき,れいきれいです 1階に2人、うん、2>, 2階に4名という形で住めるのでお部屋の広さとあの生活感に自信があるので<ー>、はい、それをあの宮里さんが会社で借り上げて、はい、そうですね、えっとえー、利用者さんからも負担金額はありはするんですが、はい、あ,のある程度そこはあの基本的に生活保護の方でも入れるようなあの料金にはなっております。あ はい、なるほど、はいね、それが高いときついですよねそうですねその辺とあとまた、えっと、利用者さんでできる、うん、まあ年金だとかそういったぐらいでできる金額にはなっておりますへえーはい、かなりじゃ良心的なそうですね、えっと、良心的ですし、えっと、僕たちの目的としてもグループホームに入ったからといって,言って家族と会えないとかそういったわけではなくて、うんえっと、土日のいずれか 日曜日、土曜日は、えー、家族のところで帰るよとか。<ー>もう全然オッケーなので。<ー>はい。で、月四回までが外泊できるよとか。なるほど。はい、ルールあるんですが、その中で家族との交流時間も大切にしている施設です。<ー>はい。基本は、さっきお話しされていたような。はい。 そうですね基本的には日中お仕事ではなくお仕事されている方ももちろんいます、うん、えっとデイサービス生活介護っていうんですけど、うん、デイサービスで行かれている方も中にはいて、はい、月曜日から金曜日までデイサービスで過ごされてで残りの時間を私たちで過ごすという方も多いです、うん、夜,夜お泊まりははいえっとその グループもでですね日中は体操したりなんかいろいろありますよね、そうどこかでやったり散歩だったりしてるって形ですね。じゃあ別に働いてなくてもいいんですね、そうですねで、僕たち職員が朝ごはん、夕ごはんを必ず提供しますので、うんはい、それもあと、料金に含まれてますので。えー、なるほど、うん っていう形で今運営しておりますあと特によく言われるのが夜間帯夜間帯逃げたらどうするのとか夜間帯じゃあ、えっとえー、眠れなかったらどうするのとかっていう場合にでも私は職員配置してるので例えば眠れない方がいたら今日眠れなくてと、えー、じゃあ30分だけ時間作って一緒にお話ししようというお話しした後にじゃあもう安心だねって。 眠ってちょうだいって形でかすか、パターンもあります。子守唄を歌って。そうです。そうです。はい。はい。普通の人も入りたくなります。ねそうですね。ちょっとまた部屋が綺麗なもんですから。あの。普通の方も、入りたいという方多いです。ですよね。はい。で。お食事も作ってもらえて。ででも自由にもしてもらえて。そうですね。最高ですね。はい。 ポイントは障害者手帳があること,ってうことですね。そうです、ね、一番障害者手帳があって、まあ、居場所がいない方居場所がない方とか、うんまあ、今まであった方の例で言うとどうしてもお家の中では生活してるけど全く家族と口もきかないとか、うん、うんちょっとっ生活が別々になっちゃうとかっていう方を、うんえー、どうにかこうにかして。 入所させるとかで病院特に、えっと、精神病院だったりとか病院の退院先に私たちが選ばれやすくなってて病院行った後にどこ行くってで地域行こうっていう形になるんですがそこに私たちのグループホームを、えっと、活用していただいてで退院してで、えー、入院から退院して私たちの、えー、グループホーム。 に入居してでその後また次実家に戻るとか、うん、その前段階を私たちで訓練する形もできます、うん、なるほどはいど、はいえー、ありがとうございますで,では一旦 CM の後まだまだお話を伺っていきます頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号 ゼロ三三五二七二二一一嘘のような本当の話でございます。今日も、えー、東京から包丁さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、えー、ゲストにグループホームを、はいえー、今運営されております宮里さん来てくれてます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい さあ実はですねちょっとオープニングで話すの忘れましたが本日放送日、はい、宮,里宮里さんの誕生日の翌日おめでとうございますありがとうございます、えー、そうです誕生日でしたね、えー、そうでしたねはい。 非常に若く見えますが、おいくつですか。はい、僕、誕生日で三十七歳になります。若か。はい。くはい、ええ、すごいな、三十七歳で、すでにもグループホームを。今三件やられてて、さらに、え二件でしたっけ。そうですね。合計五頭です。合計五頭やられている。青年実業家です。ねそうですね。ご立派な、ありがとうございます。はい。 えーというえっ、ー、と昨日誕生日だったそうですね昨日ですね、はい、6月1日です何か,かするんですか誕生日は、はい、そうですね あの祝ってもらえるように、嫁にごま祭りしてます。<laughs> 平和な家庭ですね。そうですね。はい、ええー、グループホームとかでも、やっぱりそういった誕生日お祝いしたりとかっていうのはあるんですか。そうですね。えっと、私たちホームとしては、毎月イベントを企画しております。<ー>はい、ええー、まあイベントって言っても、まあ普段お家であるようなことではあるんですが。うん、えっと、まあ年末年始で言ったら、新年会、忘年会、うん、であとクリスマス会。 などでえっとまあ、えー、グループホームが今5つあるのでその中でみんなで集まってバーベキューとかあと一番のメインはもう一人一人今私も昨日誕生日だったんですが一人一人の誕生日会を必ず行っておりますうん、うん、素晴らしい、はいで。彼らにとってまたあの、まあ、彼女らもそうですが誕生日ってなかなかやられてない方が多くて。 はい、でもそれやるだけでも嬉しいっていう方もいるし、うん、まあ中には恥ずかしいって方もいるんですけど <laughs>、うん、やっぱなんだかんだこ、まあえー、じんまりとした中でもやっぱ誕生日にケーキ食べるっていうことがすごく、うん、あの笑顔になるというか、うんうん、いつもは普段喋らない方でも、うん、誕生日会の時はやっぱニコってしたりとか。うんうん そうですよね、うん、だってその周りに祝ってもらうからね自分が生きているっていうことを実感するわけで一人でねポツンと生きてたらそんなこと考えないですよね。また周りとのやっぱ距離感とかもあったりする人もいるので、うん、どうしても祝ってもらうっていうことがなかなかできなかった人たち。 もう中にはいるので、はいはい、やられてる方はもちろんいる言わせるんですが、まあ、その方が多いっていうことで、うん、まあ最近言われた嬉しいことは「えっと、今月誕生日だわけ」あそうだ誕生日だな」っつって「どうする?」っつって「うんハンバーグが食べたい」って「分かったハンバーグ準備しよう」って、うんまあ、ハンバーグっていっても普通生活してたら。 まあ食べるってはえば食べるんですけど、うんうん、まあ生活の中でやっぱハンバーグって彼らにとってはやっぱりあの高級品というかなるほどちょっと嬉しいイベントですね。ハンバーグじゃあ作ろうって話になったら<う>そうしたらだんだん作るのが面倒くさくなったのかわからないけど最終的にはタコライスでいいって。<laughs> <laughs> まあひき肉は一緒だからいいか。<laughs> まあ材料使い、ね、<laughs> 一緒だからいいかって話。えーはい、で、またその中で、今、そこのホームは4名で1人なんですが、あ4名で1群れなんですが、えっと別の、えっと、別のホームの人も呼んでいいよと、うん、盛大にやりたいと。で、8名でお祝いしようかという形になってお話をしたら、えー、えっと、4名でジミーのケーキを食べれるぞと。そしたらケーキ、ワンホール。 4分の1食べれれるかもしれないいっていう話をしてじゃあ8名だったらそれが半分になっちゃうよってちょっと考えるって <laughs> <laughs> ケーキがちょっと少なくなるとちょっと考えるだけどそれでもやっぱりみんなと食べるっていうことが相当嬉しいんだなと思っててですごいあってこの、まあ、利用者の方にもすごいあの親御さんからも「えー、ありがとう」っていう言葉が、うん、とてもすごいあの多く私の方に聞こえて。 一番何が嬉しいかって言ったら本人が成長しているのがすごい見られるので<ー>、うん、それでまた、えー、普段 B 型頑張ってるんですけど次 B 型の次が A 型就労。 うん、まあ一般の時給、血縁型じゃないですね、はい、違いますね、<laughs> 僕はガタガタですね、それはまた次の目標に向かってやっていただけるっていう部分に関しても、すごいあの前向きに捉えられてるなとあの B 型就労っていうのは、時間が短いんですか作業が軽いです ン、うん、賃がどうしても少なくなるので A 型修了だと一般と障害者の間で最低賃金で行ってなおかつ時間が6時間っていう形で決められてるんですよ、ねはい。B 型の場合は座って作業できるやつとかあとまた、えー、軽作業。 とか野菜のラベル貼りとかっていうのが多かったりしてますね。で、そういうお仕事も紹介してもらったりできるんですか。そうですね。私たち今つながっている事業者もあるので、そちらにも行っていただけたら、あのこういう事業者あるよと。で、こういう事業者こういうことしてるよと。いい、e、スポーツやったりしてる事業者もあったりするんですよ。うそう、なんかいろんなことやってるなと思ってて、はい、いろんな形の仕事だったり。で、今週も私たちみたいなグループホームもあるので。 まあえっと、分からない方でもちょっと相談したらいろんな形が見えるかなと思っていますなるほど、うんね、やっぱり障害を持たれてる方ってその就職をすることに対してのね、はい、不安っていうかうん、うん、なかなか仕事が見つからないとかねあるからそういうご縁をね紹介していただけていただけるっていうのはすごくいいですねそうです,そうですね一番やっぱあのお声がかかるのが本人っていうよりもやっぱ親御さん からえっとまあ SOS までいかないですけど、うん、どうにかしたいと今後これじゃだめだと思っている方が多く見られますね、うんで。だけど本人からとか周りから言われる方も多いんですが、うん、まあその、えっと、お力添えができるような施設になればなと思っております。うん、なるほど素晴らしいい業をされていますすすででが、はいえー、CM の後ですねちょっとあの、はい ドクター水素ボトルと、のつながりも、ちょっとお話していただきたいなと思います。それでは、一旦、C. M. です。はい、頑張るあなたを応援する。ドクター水素ボトル。体の中から若返る。ドクター水素ボトルが沖縄に。W. O. O. E. a S. t 株式会社。電話番号。ゼロ三三五二七二二一一。 さ、嘘のような本当の輪でございます。今日は、えー、いろんなグループホーム、えー、5つやっております。はいえー、宮崎さん来てくれてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さて、えー、宮里さん。 は、えー、やはりドクター水素ボトルもかなり関わりが深いということですがそうですね、はい、もう愛用者です愛用者 <laughs>、はい、ご自身もはい私ももう、えっとまあ、続けることを意識しているので必ず30分から1時間は<ー>、はい、やるようにをしてますおお<ー>、はい、やっぱり変わってますか、はい、変わりますねえっと特に私の場合だとまあ以前コロナとかあったんですがうん、うん インフラかかったことないですがコロナの時にはスーパー活躍しましたねあそうなんですね、はい、もう1日だけえっと熱が上がったんですけどもう寝てる寝てる間も水素してましたね <laughs> <laughs> それでもうすぐ熱もすぐ下がって<ー>下がってもうあとはその後はあのは元気だったのでもうどうしようぐらいの逆に <laughs>、ね、<laughs> どうしようぐらいのレベルだったんでお知り合いの方とかで 使っっていいる方とかいらっしゃいますかそうですね今、えっと、沖縄市のそんだに、えっと、麦っていうそば屋さんがあるんですが<お>そちらの、えっと、方がすごい愛用されててそば、はいはい、売りながら隣で水素吸えるみたいなそれはそこでは食べに行けるんですか、うん、食べに行きます食べながら吸うってことですかあお願いしたらできますね<ー>はい。まあでもまあ食べる注文の間に たりということです,ね,ですね。そこもまあお願いしたらできるんじゃないですか。<ー> <laughs> <科>お蕎麦屋さんはい、蕎麦屋さんですが許可、うん、はもらってないですけど、<laughs> 多分オッケーです。すごい。はい。その方が結構愛用されている、はい。そうですね。この方もすごい愛用されてて、うん、まあえっと水槽を本人で買ってで、えー、本人が吸って で,すごい調子いいとでお父さんに,お,母さんに貸しあお父さんに貸してみたら、うん、すごいいいからってだんだんお父さんから水素が返されなくなってきた <laughs> えなんでですかって言ったら先生にあの「数値がすごいよくなってる」って「えー、何やってるの?」って言われてるってそしたら「水素だよ」って話になってなお父さんも愛用者そしたら次お母さんも水素貸してって言って水出したらしいんですお母さんも病院の数値が良くなって<ー> <laughs> でそしたら「 じゃあもう自分のがないってことで結局この方三本買っていただいて <laughs> ありがとうございます, <laughs> います <laughs> この後蕎麦食べ行きましょうかそうですね行 <laughs> きましょう <laughs>、はい、ああなるほどすごいやっぱ病院の数値が良くなってるっていう声お声がすごいかかっているのでそうやってねあの一人一人の結果がねそうですね一番いいことですよね,すねしかもなんか話聞くと家族 がが最初1本使っっててたのがもう個別になだからねよくね、うん、そんな何十万もするもの売ってたら、うん、人脈に売ったらもう終わっちゃうんでしょとかってよくね、うん、言われるんですけどそ,す、ね、そんなことないんですよどんどん広がるんですよね、うんうん、はいそれも体験があってのことかなと思います、はい、さあ、えー、とそろそろお時間となってまいりましたが、はいはい、宮津さん最後にリスナーさんに何か P.R. があればあありがとうございます。うちの電話番号とか言ってると思いますか。そうですね。えっと私たち障害者グループホームバンデと言いますでえっとお問い合わせ番号がゼロ五ゼロ八八八五六六ゼロ二番になります。えー、インスタだったりホームページもやってますのでぜひお問い合わせよろしくお願いします。はいえー、気になった方合わせてですねえドクター製造ボトルも気になった方そしてえミエザ さんの,その支援も気になった方はぜひ FM ナーまでお問い合わせください僕らがちゃんとおつなぎしますので、えー、0989430094943の0094 00でございますメールでも構わないのでぜひお気軽に、えー、お問い合わせしてくださいよろしくお願いします さあお時間となりました嘘のような本当のは今日もお二人本当にありがとうございましたありがとうございましたまた来週さよならありがとうございます